皆さんおはようございます。適切に設計されたデジタルポンドの実装をサポートする独立したフォーラムでリップルのレポートが公開されたりして注目されている CBDC について紹介します。 CBDC とは中央銀行が発行するデジタル通貨のことで、現在世界中の多くの国が開発や実験を進めています。パラオ財務省はパラオステーブルコインプログラムの第2フェーズを正式に開始しました。パラオは第2段階でリップルとの提携を拡大し、パラオステーブルコインチームがリップルの中央銀行デジタル通貨を活用できるようにすることを目指していると述べました。リップルは世界中の20以上の中央銀行と CBDC イニシアチブでパートナーシップを組んでいます。自社の暗号資産である XRP も CBDC と連携させることが容易になるのではないでしょうか。今後の拡大に期待です。以前にも紹介しましたが、また記事になっていたので改めて紹介します。ゴールドマンサックスの元幹部のラウル・パル氏がリップル XRP は一生に一度のチャンスだと語りました。このラウル・パル氏は2008年から2009年のリーマンショックを予測しています。また最近では仮想通貨ソラナの躍進も予測してエントリーしていたようです。危機が到来する、価格は完全に破砕されますが、チェーンの実際の使用例が行われている活気に満ちたコミュニティがあることがわかります。それは幽霊の使用ではなく実際の使用であるため、その場合はあなたの資本を活用する時が来ました。現在リップル XRP とビットコインの過去3ヶ月間の相関係数は 0.88 となっており、ほぼ正の相関です。前回の柴犬と同じように正の相関がこのまま続くとして予測すると、 XRP の価格は 0.67 ドルあたりになります。日本円で約100円になります。この予測は時々紹介していきます。気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。なお、アナリストのアリ氏が XRP の下落リスクについてポストしていたので紹介します。基本的には1年間を通して上昇平行チャンネルの中で働いています。このチャンネルでも時々2023年から上昇トレンド継続中と言っていました。ですがアリ氏によるとチャンネルの中間線を拒絶されたので 0.55 ドル付近まで引き戻される可能性があると投稿しました。日本円で82円ほどになります。チャートで確認するとこのようになっています。赤色のラインが 0.55 ドル付近です。このレベルは過去に強いレジスタンスラインとして機能していたため、今度はサポートラインとして働くかもしれませんね。今回はパラオステーブルコインでリップルが採用を紹介しました。この動画が参考になったらチャンネル登録や高評価をお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。 Thank you.